ラトフとは、福島県いわき市タイラーザ田町122、あるいわき駅前再開発ビルの名前である。いわき駅前地区第一種市街地再開発事業として建設された地上8階、地下2階建ての複合ビル。商業施設、公共施設、オフィス、駐車場で構成される。二千七年十月二十五日にオープンした。ラトブという名称は、いわきの頭文字、愛を。 愛と考え、愛は、英語でラブ。ラトブで構成された単語。そして、ラは、漢字で、と複数の人イコール市民を表し、ブは、捧ぐ。奉仕の気持ちを表す。ラトブは、多くの市民に使え、愛される施設となることを願って名付けられた。また、ラトブは、ラテン語で真珠という意味もあるとされている。日本全国から公募し、 1953点の中から選ばれた。地上1階から3階は商業施設、4階は岩木総合図書館、岩木駅前市民サービスセンター、6階は岩木産業創造館、岩木商工会議所、7階から8階はオフィス、地下1階から2階と1階に400台の駐車場で構成されている。また岩木駅と2階部分が ペデストリアンデッキで接続されている。2011年3月11日、6階の岩木産業創造館会議室にて、高齢者向けセミナーが行われていたところ、東日本大震災が発生。3 0 0ラムの照明器具5台が落下し、一人が犠牲者となった。ありがとうございます。